北九州市の北橋市長は、開催まで2週間を切った世界体操・世界新体操について、観客数を制限せず開催することが決まったと明らかにしました。北橋市長は今日の会見で、新型コロナへの最善のリスク管理をした上で、大会の組織委員会が会場の観客収容率を 100% として開催することを正式に決めたと明らかにしました。世界体操・世界新体操の観客数はいずれもおよそ2500人となります。北九州市は政府が進める行動制限緩和に向けた実証実験への参加を申請していましたが、市によりますと大会が正式に実証実験として採用されました。入場するには観戦日の2週間前までにワクチン接種を2回完了しているか、入場前72時間以内に PCR 検査を受け陰性であることが条件となります。